はいどうも、こんちゃくれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は OB 第4弾予想をやっていきたいと思います。 はい、ということうで、まあ、ついこの間ね3段の予想をしたばっかりな気がするんですけど、まあ、この OB 第4段もういつ来てもねおかしくないっていう状態になってますので、えー、ちょっと早めのね、えー、動画投稿をしようかなと思いますでまあここまで、えー、OB は3段プラス、まあ、ダルセレですねが出ているっていうところでありますけれどもまあ、そこで少しずつね各球団の傾向というかまあこのポジションが出てる出てないとかあとは助っ人が何人出てるみたいなところも見えてきてる部分であるのでまあ、比較的ね今までの段に比べれば予想は徐々に徐々にしやすくなって いるというところではあるんですけれどもまあいろんなね、えー、目線から、えー、この第4弾というところそして残りの排出というところをね、えー、予想していこうかなと思います是非皆さんもね、えー、OB 第4弾に来てほしい選手あとはこんな選手が来そうと予想しながら、えー、見ていただけると嬉しいですじゃあ早速本編入っていきましょうどうぞさあということでまずは阪神からですねはい阪神は、えー、第3弾で藤村さんが出ましたのでなんとこれによりですね野手はここまで全員アーティスト そしてピッチャーもウィリアム選手というところで、もう全員強いね。まあただもうさすがにね、アーティストの選手はないんじゃないかなと思います。であとはスケットももう二人出てるっていうところでは結構低いのかな。まあアンパイに予想するならやっぱり先発ピッチャーがまだ出てないというところで、まあそこが筆頭にはなるのかなと思います。続いて広島です。はい、広島はここまでね、バランスがかなりいい搬出になっていて、まあ第3弾では外小場さんですね。 が登場となりました,ただ新規の選手はシュルツ選手ぐらいかなしか出てないというところではまだまだ新規も出てくるんじゃないかなというふうには思います。 まあ逆にね、こういうバランスのいい範囲だとちょっと予想が難しいですね。続いてベイスターズです。はい、ベイスターズはえ第3弾で、ね、田村さんですね、が登場になりまして、まあ今年ね、あのー、予想にずっと入れていたズルさん、まあ大レジェンドがいるんですけど、まあそこの登場は、まあ来年以降に持ち越しになったかなという予想をしています。で、まあ助っ人も2枚出ているっていうところでは、まあなさそうかな。 そううい中での予想はやっぱ先発ピッチャーかな、まあ、先発1枚、中継ぎ1枚ぐらいは出てきてもおかしくなさそうな野手、まあ、はここまでも結構強い選手が出てるんでね、まあ、残るはピッチャーっていう、ねえー、ところになるんじゃないのかなという予想はしています。 続いて巨人です。はい、巨人はここまで長嶋さん、沢村さん、高橋忍さん、上原さんという4選手なんですけれども、まあ、こちらも結構バランスがいいですね。上原さんが先発じゃなくて後ろで出てきたというところで、どうだろうなぁ、難しいですね。ただ、ここまで助っ人外国人が出てないっていうところでは、まあ、そこの先発ピッチャーとか出てきてもおかしくないかな。まあ、でも、まだまだ新規の可能性もありそうですね。 続いてヤクルトですがヤクルトはここまでなんとすべて4人ね、えー、OB 初登場選手なんですよねまあオンドルセクバーレントが1年で揃うっていうのもねなかなか想像はしなかったんですけどまあそういったラインナップになってます今年ヤクルト純正は、まあ、非常に強化が進んでいるんじゃないでしょうか という中でもうさすがにでも新居はなさそうかなまた毎年出てる古田さんっていうところは今年は八重樫さんとねポジションかぶりというところで、まあ、出ない予想を個人的にはしてるんですけどまあそれも含めて結構予想がどうだろう難しいというべきなのかなまあ出てないポジション的には先発だったりまた内野手ですねが出てないかなという感じですねはい続いて中日レース対中日第3弾アレックス選手が出ましてまあ出てないポジション的には先発ピッチャーですねが未登場となってますで助っ人が2人出たんでまあそこは可能性低く ななってるかなまあでも中日もまだまだ新規出てきてもおかしくなさそうですね続いてオリックスでさオリックスはローズ選手がね3段出ましたけれどもまあこれにて外野手が2人出たというところではまあ登場確率下がったかなと思っていますであと出てないポジション的な先発ですねが出てないっていうところでまあ助っ人もまだあと1人ぐらいは、えー、出てきてもおかしくはなさそうなんで個人的には年代的にもディクソンあたりはなんとなく来そうな気がしている 続いてロッテレーサー、ロッテはですね、第三の持ち合いさんが来まして、まあ、ラインナップ見るとここまでスケットと外野手が出てないっていうラインナップなんですよね。ってなると、まあ、僕個人的には今年でイースンヨプをね、まあ、押してたんですけど、まあ、そこをちょっとベニーにまあ置き換えました。いや、出るなら最大のチャンスじゃないこれ、スケットと外野手が出てないっていうね、バランス的にも。というような気はしています。 続いてホークスです。はい。ホークスはここまで OB、えー、こんな感じですね。で、第3弾ではカロタさんが、えー、出ましたよというところで、まあ、出てないポジションは先発ピッチャーですね。になりました。で、野手はバランスがね、比較的いい排出になりましたよというところでございます。続いて楽天です。楽天はここまでこの4選手が出ております。リリーフピッチャーの登場は多分ないかな。もう福山さんと片山さんで2枚出たんで、ってなってくると出てないポジション的にはやっぱ先発かなが、えー、未登場なんで濃厚かなと思います。 続いてセーブです。セーブは第3弾で田淵さんが出まして、えー、こんな感じのラインナップになってます。まあ比較的バランスはいいんですが、まあ C というならファースト以外の内野手が今現状出てないという感じかな。まあでもキャッチャーもないんじゃないかな。田淵さんが出てる状態でキャッチャー出すっていうのはあんまりないような気がするんで、まあ個人的にはショートで豊田さん。ちょっとだいぶ古い年代なんでどうかなっていう感じですけど、まあワンチャンあるんじゃないかなとは思ってますね。 で、ラストが日本ハムです。さ日本ハムはここまね、この4選手ですね。こちらもヤクルトに、えー、同じく、すべて OB としては初登場になってるんですよね。で、出てないポジションはリリーフピッチャーというところなんですが、まあ、どうだろう、スケッドはでももうないかな。でも、過去のね、日本ハムの排出的にもあんまり中継ぎで既存の選手って多くないので、まあ、そういう意味では、マスイさんとか、まあ、新規っていう扱いにはね、一応なるかもしれないですけど、まあ、あるんじゃないのかなという気はしていますね。 はいといとうことで、まあ、ここまでね、えー、排出状況を見ていったわけなんですが、まあ、最後に登場日と登場、えー、選手のピンポイント予想、いつも通りやって終わりたいなと思います。まず登場日ですね、はい、登場日に関しては、次のガチャ更新が1月の17日、ワールドスターであったり、通常の追加が終わるのが17日なので、まあ、そこは確実になっています。ただ、その後19日ですねに V ロードの感謝祭が終わる日なんですけど、まあ、そこはメンテナンス になりそうな日付の終わり方になってるよと。まあ、というところでは17日に通常追加。まあ、このタイミングとかの通常追加って結構もう短いスパンでね、えー、ガチャが切り替わったりとか、まあ、それこそキャッチャーかな。次キャッチャーの王鵬かなと思ってるんですけど、まあ、そうなるとやっぱりそんなに長いスケジュール感にはならないという予想で、19日にまたガチャ更新が来るとなれば、まあ、そこでの OB 登場があるんじゃないのかなと思っています。まあ、昨年はね、1月の18日に4弾が出てるので、まあ、ほぼほぼ、まあ、スケジュール的には一致となりますね。 まああとはベスナイタイトルホルダーよりもこれ OB 第4弾が前に来るか後に来るかっていうところも難しい感じではあるんですけどまあでも個人的には前に来るんじゃないかなと思ってますねやっぱスピリッツが上がっちゃうとベスナイタイトルホルダースピリッツ上がるんでまあ価値的な部分でもまた変わってきちゃうんでねまあワールドスターを前に突っ込んできたっていうのも含めてま4400の選手たちっていうのはここで先にねベスナイタイトルホルダーよりも1個前に出してくるんじゃないのかなと思っています はい。ということで、まあ、ここまで登場選手の予想で、ラストピンポイント予想をして終わろうかなと思います。今回の12選手ピンポイント予想こんな感じです。はい。どうでしょうかいやー、ちょっとね、まあ、4段っていうところ、まあ、確定ありきで、えー、考えているんで、まあ、めちゃめちゃ目玉の選手は、えー、たくさんいるっていうわけではないかなと思うんですけど、まあ、その中でも広沢さん、アーティスト広角の広沢さんがいたりとか、まあ、あとはね、結構難しかったのはやっぱピッチャーが足りないチームが多いんですよね、ここまで。 先発が出てないみたいなチームが結構多くて、どうしてもピッチャーに寄りがちだったんですけども、まあちょっとその辺をうまいことをちょっと調整してっていう感じにはなってます。まあでも結構ありそうなメンバーというか、実は第3弾のね、えー、ピンポイント予想は12人中4人が、まあ、当たるという結末になりましたので、まあちょっと今回もね、期待していただいていいんじゃないのかなと。この中で、そうだな、4弾っていうね、まあ難しさも考えると、まあ、3人、4人、5人当たれば上出来じゃないでしょうか。 そういうところでね、まあ、個人的にはこんな予想をしてますがぜひ皆さんの予想もコメント欄で教えてください。はいということで、以上今回は OB 第4弾予想をやっていたんですけど、まあ、いかがだったでしょうか、まあ、なんだかんだね、うん、もう気づいたらあと少しで、まあ、OB 第4弾も来そうというところなんで、まあ、残りの OB でね、もうとも言いましたけど欲しい選手だったりとか今年まだこのあと来そうな選手をぜひぜひコメント欄で書いてい,っていただければなと思いますということでぜひこの動画を少しでも楽しんでいただけた方4弾も楽しみになったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでではままた次回の動画でお会いいしししょううありがとうございました